あ、これ俺のやつ。そうそう、今日は、大和芋と、天然ハマチと、とろろ汁。とろろ汁ってなんかよくわからない、静岡県の東海道53次のマリコ塾の名物料理で、長寿屋さんっていう老舗のレシピで、まあ、もう何言ってんのかわかんない。ちょっと酒持ってきたんですね。酒を酔っ払ったぞ。いやー、では、はい、いやさか、はい、じゃあ先にね、はい、ブリからいただくか。あ、ブリはうまいっすよね。天然ブリです。盛り付け綺麗やな。盛り付けぐちゃぐちゃっすけど、ほんまっすか。ありがとうございます。いや、ということで前さんの一応ブリ盛り付けしか松浦してません。前さんがなんか静岡の郷土料理を作ってみて、くれてます。ではまた。